恐竜が映画ジュラシックパークに出てくるような古代の深い森の中、または大草原に生息していたことはよく知られています。この高温性の生物が極寒の気候の中で暮らしていたことは想像しづらいでしょう。しかし古生物学者の近年の発見により、彼らは南極にも生息していたことが分かっています。そして最南端に生息していた恐竜の中には、悪夢の中に出てきそうな怪物すら存在したのです。そんな怪物たちはもう少し後にご紹介するとして、まずはもう少し暖かい土地に生息していた有名な恐竜からご紹介しましょう。彼らも十分恐ろしい怪物でした。現在の北アフリカにあたる地域でスピノサウルスは獲物を飼っていました。スピノサウルスは最大の肉食の捕食動物で、体長18メートル、体重7トンにも及びました。このリアルゴジラは背中に脊椎の延長である巨大な棘を持ち、間に皮膚が張っているため帆のように見えます。巨大なカギ爪と恐ろしく大きな歯を持つスピノサウルスは、映画ジュラシックパーク3で T-REX を倒しています。しかし科学者によると、 T-REX はスピノサウルスよりもかなり機敏で視力も上回っていたと言います。また T-REX は頭と尻尾で敵に強力な打撃を与え、その強力な顎でどんな相手でも引き裂くことができました。彼らよりも大きなスピノサウルスとの戦いでも勝利を収めていたことでしょう。その10倍もの体重のティタノサウルスにとっては、スピノサウルスは人間にとっての中型犬くらいのものでしょう。足元に噛みついてきても問題ありません。しかしティタノサウルスは恐ろしい捕食動物ではなく、全くの逆でした。この巨大な恐竜は森の中で木の葉っぱを食べるおとなしい草食動物なのです。アルゼンチンでは古生物学者がこの巨大な恐竜の骨を発見。骨格の特徴よりティタノサウルスの一種であるアルゼンチノサウルスであることが分かりました。この巨大な恐竜は5階建てのビルほどの高さで、体重は70トンから75トンにも達しました。しかし彼らは最大の恐竜ではありません。地球上に生息した一番大きな恐竜はパタゴティタンと呼ばれるティタノサウルスの一種です。130個の骨で構成されるこの恐竜のほぼ完全な骨格6体が、最近パタゴニアのアルゼンチン側で見つかりました。最も大きな個体はなんと85トンの重さで40メートルもの巨体。これはボーイング737-800の機体と同じくらいの大きさです。この巨大な怪物が食べ物を探して木から木へと移動するとき、その一歩一歩で地面が揺れていたと推測されています。ただし興味深いことに、科学者によるとティタノサウルスは獲物を追いかける必要がなかったため、ゆっくりとほとんど音を立てずに移動したとのこと。しかし近年の発見から、この巨大な恐竜はオーストラリアまで移動していたことが分かっています。最近オーストラリア大陸で南米のティタノサウルスの親戚である巨大な草食動物サバノサウルスの化石が見つかりました。古生物学者のデイビッド・エリオット氏は、最初にクイーンズランドで恐竜の化石を発見し、次にティアマンティナサウルスと呼ばれる別の恐竜の骨をいくつか発見。これらのオーストラリアで発見された恐竜は、その姿が南米の親戚とは異なります。頭は小さく、どっしりとした体、そしてとても長い首を持っています。
古生物学者はアメリカから南極を経由しオーストラリアへたどり着いたと推測しています。研究者たちは恐竜が生息していた時代には南米、南極、オーストラリア、その他の大陸は巨大な一つなぎの大陸だったとする証拠を発見しており、その大陸をゴンドワーナと名付けました。今は離れ離れになったこの大陸では多くの共通の化石植物や動物が見つかります。一説によるとオーストラリアの海岸のすべてのカーブは南極とパズルのピースのようにぴったりと合うと言います。つまりこれらの大陸が3つに分かれるまでは恐竜が自由に行き来できたということです。そして恐竜は南米から南極を渡っていたので南極にはたくさんの化石が隠されているはずなのです。もしかしたら最大級の恐竜が南極の平原の厚い氷の下に眠っているかもしれません。残念ながら南極の厳しい気候がこのような調査の妨げになっています。しかしみんなが調査を諦めたわけではありません。勇敢な人々がこの厳しい気候の中興味深い発見をしました。1986年に南極のジェームズ・ロス島で古生物学者たちが極竜類アンタークトベルタの化石を発見しました。象ほどの大きさのこの恐竜の体は丈夫な甲冑のような表皮で守られていました。その中にあるのは突出するように進化した骨のプレート。尻尾は巨大なメイスのようで、その打撃で他の恐竜の骨を簡単に粉々にしてしまう恐ろしい武器そのもの。またトリニサウラと呼ばれる恐竜の化石も発見されました。この恐竜は巨大なカモノハシとトカゲを交配したような姿をしています。トリニサウラは鳥脚類恐竜の仲間でアヒルのようなくちばしを持っています。この恐竜のサイズや形状は実に多様です。小さな鳥くらいのサイズから T-Rex よりも重たい巨大なものまでいるのです。しかし南極のトリニサウラはあまりサイズに多様性がなく、平均的なサイズはだいたい 1.5 メートル程度でした。トリニサウラが現代でも生きていたらペットとして飼っている人がいても不思議ではないでしょう。しかし残念ながら彼らは7200万年前に絶滅してしまいました。もう少し昔に遡り、1991年にベアードモア氷河の近く、カークパトリック山の斜面で別の怪物が発見されました。研究者たちは氷を叩き割り削りながらその化石を取り出しました。その化石は約1億9000万年前に生息していたことが判明。クリュロフォサウルスと名付けられました。科学者によるとこの体長7メートルの恐竜の頭にはトサカがあったようです。クリュロフォサウルスにはさらに毛が生えていたと言われています。これは南極が今よりは暖かかったとはいえ、冬には雪が降っていたと思われるため、寒さから身を守るためでした。しかし古生物学者はクリュロフォサウルスに毛が生えていたという確固たる証拠は今のところ見つけていません。この発見の後、間もなく同じ山の近くで研究者たちは体長およそ10メートル、体重11トン近くの恐竜の化石を発見しました。この恐竜はグラシャリサウルスと名付けられました。クリュロフォサウルスよりもずっと後、1億年前に生息していた恐竜です。この木の葉っぱを好む恐竜は現代のキリンよりもずっと長い首を持っていました。
残念ながらほんの一部の骨しか発見されなかったため、この恐竜についてはまだ多くの謎が残ります。2016年には古生物学者一行はジェームズ・ロス島とベガ島で非常に貴重なものを発見しました。1トン以上の恐竜の骨や化石です。骨は氷の中から手持ち削岩機、特別なノコギリ、ノミを使い丁寧に取り出されました。骨はペンシルバニア州のカーネギー自然史博物館の専門家によって調査が進められています。それらの化石にハリウッド映画ジュラシックワールドで描かれているような巨大なプレシオサウルス、モササウルスの化石が含まれていたことは有名です。映画の後半ではモササウルスが小さな潜水艦を飲み込む姿が描かれています。この体長15メートルの体と巨大な顎を考えると、そのサイズの獲物を飲み込むことは実際に可能でしょう。しかし氷に閉じ込められた化石によって分かったのはそれだけではありません。カリフォルニアの生物学博士ジェイド・ケイシー氏は、捕食動物たちによって他の地域から追い出されたため、この恐竜たちは長らく南極に留まっていたといいます。彼らにとって南極は快適だったのでしょう。中生代白亜紀の半ば、南極の周りの南太平洋の気温は30度程度だったと推測されています。イチョウ、松、シダ、シイ類の化石や有袋類やその他の高温性の生物の化石がここで発見されています。つまり十分に食料があったということです。科学者によると、南極におけるこの変化は先史時代の温暖化によって起こったとのこと。おそらく複数の火山の噴火によってもたらされたのでしょう。噴火による二酸化炭素の発生により大気が温められたのです。科学者はこれを白亜紀の温暖化極大期と呼び、現代でも起こり得るとしています。まだまだ氷が溶けた土地から古代のとんでもない巨大な怪物が発見されるかもしれません。もしかしたらエベレストの山頂のように頭が雲にまで届くような恐竜の化石が発見されるかも。それに比べるとティタノサウルスは小さなトカゲに過ぎないように思えてきます。私たちの想像をはるかに上回るような不思議な生物が氷の下から発見されることを願いましょう。科学者たちは何百年も前の化石についてさらに驚くべき発見を絶え間なく続けています。期待が高まるばかりです。ビデオが気に入ったら高評価をお願いします。通知をオンにして次のビデオをお見逃しなく。お友達への共有も忘れずに。